一生美女堂、皆さんおはようございます。一生美女堂の時間です。女性の起業をゼロからサポートする女性起業パートナーズ代表、そして税理士の及川元乃とサブパーソナリティの松崎花子です。はい、一生美女堂は沖縄県内の女性で起業して自分らしいライフスタイルを送りたいという方のためのお役立ち番組になればという思いでスタートしました。女性がありのままに生きることをテーマに、自分自身の経験を通して培ったビジネススキルや悩みの解消法、そして直感を使った楽しい生き方を発信します。はい、で今日のテーマは、子どもの頃のトラウマが自分の魅力になる時です。ちょっとまた意味深なタイトルですけど、曲の後にお話ししていきたいと思います。はい、この番組ではメッセージを募集しています。メールアドレスは 797@fmginowan.com、 また FM ギノワンではユーストリームとツイキャスで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。ツイッターも連動していますので、たくさんツイートしてください。よろしくお願いします。さて、それではここで1曲お届けします。小沢健一で、健一さんで僕らが旅に出る理由。
はい、今日も、トークを始めていきたいと思います。はい、ね、そう、今日のテーマはまたね、今日もちょっと哲学的な話、と思いきや、でも多分これ あるあるって思ってくださる方もいらっしゃるかなと思うんですけど、ね、子どもの頃にちょっと自分がチャレンジしたりとかやったことで、誰か、まあ、親だったりとか、あとお友達とかに、何それとか否定されちゃったっ、ね、否定されたことでもうそれ以降パタッとやらなくなっちゃった、だけどこれ本当は好きだったんじゃないかなと大人になってからやってみると、ものすごくやっぱり好きだったと、でそれをやりだしてみると、もう自分はもう止まらなくなってしまって、それが自分の、まあ、大人になって、ね、技術も身について、それをやってみることで、もう表現力も高くなって、結果それが自分の魅力につながる、そういうことって結構あるんじゃないかなと思って、で私あるブログをずっと、定期購読で読んでるんですけど、なんかねその方女性なんですけどね、ちっちゃい時から美人を見るのが好きっていう、美人さんね、そうそうそう、美女を研究、身近な人だけじゃなくて、その映画を見たりとか、テレビとかね、芸能人を見て、もうとにかく美人を見てなんでこんな綺麗なんだろうって研究するのが好きだっていう、あ、子供の頃に、だ人らしく、だけどそれをなんかポッと友達かなんかに言ったら、うわ気持ち悪いとかって言われたらしいんですね。なんか、まあ、その人をなんかじっくり見たりとか、なんでそんなことしてんのとか、そう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 、変なやつって思われたみたいで、あ、変なやつってね、そう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 、でそれ以降、私がやってることって変なんだって思っちゃった、そうそう、である意味、まあ、トラウマというか、もう自分はこういうことしちゃいけないんだって思ってから、そこにパタッと蓋をしてしまったらしいんですよ。もうやるのやめたって言ったね。そうそうそう。でも美人見てももうやめようみたいな、で大人になっても普通に仕事をして、で、まあ、会社員をされてたみたいなんですけど、やっぱりもうなんか毎日の生活に潤いがないと、で、ある時何かのきっかけでブログを始めて、まあ、ネタ何にしようかなって言った時に、まあ、ブログだから自由じゃないですか、書くことって、だから、あ、じゃあちっちゃい時の、そのもう誰も見てないと思って書こうっていうことで、その美人を研究してきた時の、まあ、自分の思いだったりとか、なんかそのね多分、子供の頃を思い出して、こういう人はこうだった、なぜこの人は美人なのか、分析をなんかちょこちょこ記事にしてたら、ものすごいその共感者がどんどん増えてきて、ファンが増えて、まあ、本まで出しちゃったっていう、そう、素晴らしい方なんですよね。ですごくこの方に共感できるのは、やっぱり自分の昔のその、ダメだなって否定していたことっていうのは、絶対今につなげることができるっていうのをずっとこう、提案してる人なんですけど、なるほどね、自分の経験をもとに、経験を、そう、だから多分ね、もうちっちゃい時のそういう細かい話で忘れてるかもしれないんだけど、やっぱり自分でちょっと棚卸しをね、してみると、どう？いいかもね。そうそうそう。なるほどね。もうトラウマの意味が何だろうって私は思う。そう、花さんのね。よくわかんないなと思って、トラウマってよく聞くんだけど、十分トラウマなんだろうって今ね、このテーマ聞いて、トラウマなんだろうな、なんだろうなってすごい考えてて、なんだろう。ね、なんかこう制限される、とか、そのやりたい、ことができない、でも、そうかそうか、今思い出した、小学校とか中学校の頃ってほら、目立つ子ってさ、上の先輩とかに目つけられるじゃん、ね、そうですよね、生きがってんなみたいな、人と違うことしてんじゃないよ的な感じでさ、で私人と同じことするのはあまり好きじゃなくて、よく違うことしてたので 目つけられるわけ、そうすると目つけられないようにもうやらなくなるよね、それは分かりやすいですね、
うんうん、先輩に目つけられたとかなんか言われるから、やるのやりたいけどやめようとか、ほら髪型一つでもさ、みんなお下げの中で一人だけこう上と下で 上下で結んでみたりとか、あんた何やってんのみたいな、今考えたらどうでもいいっていうか、そうだよね、そうだよね、全然大した話じゃないんだけど、迷惑かけていませんっていう、そう、自分のやりたい髪型をやっただけなんだけど、うんうんうん、みんなと違うから、うん、からこうなんか呼び出しされて、そう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 、まあ呼び出しまでされないけど、まあそういう目が気になる。あ、なるほどね。周りもほらね、そうやってなんかちょっと話題になったりするじゃん、先輩にね、先輩に何言われたとかさ、っていうのを聞くと、あ、それしない方がいいか、ね、みたいな風になっちゃうかも ね。でも本質はさ、みんなと違う感じのことがちょっとしたいとかさ、違う色のものとか違うものを持ちたいとか、なんかみんなと同じ嫌だみたいなのがあるかも。そうですよね、今考えればぐらいかな。あ、でもそれってすごく結構経験された方多いんじゃないかな。多いかもね。だから上からの抑圧っていうか、何違うことしてんのよ、目立ってんだよって。昔多かったもんね。ね、そうですよね。うん、今どうか分かんないけど、今もあんのかな。まあ、あると思いますよ。あるよね。うちの小学校の子供でも、ね、やっぱりなんか違いの持っているそれダメなんだよとか言われる。そうそうそう。でも次の日、あ、やっぱ持っていかないってなっちゃったりとか、ね、そうだよね。そうそう、なんか違うことをしたいという気持ちもあり、でも、ただ自分のあのやりたいとか好きっていうのを表現した結果ですよね。そう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 、みんなとただ違ってただけで、まあみんなと同じものを誰が一番最初に始めたのか知らないけれども、ね、そう、それみんなと一緒が嫌だったそうですよね、多分もう自分の持ちたいものを持つとか、持ちたかったで、着たいものを着る、それをやると何か言われるから、じゃあやめとこうかなみたいなね。そう、大概それが小さいければ小さいほど潰されやすいんじゃないかなと思うんですよ ね。大したことじゃなかったりするとね、髪型一つだと明日から普通のお酒にしとけば済むことだったら、まあ丸く収まるから、ね、みんなに合わせた方が争わないですみたいな ね。そうありますよね。でも今考えればさ、それも多分1ヶ月くらいやればもうそれが普通になるから、あの子はああいう髪型が当たり前だって思ってくれれば、もう誰も多分何も言わないと思うんだけど、多分1日2日ぐらいでやめちゃうから、うん、せっかくの、ね、こっちから、ダメって言ったから、やめてきたよみたいな、みんなと一緒にして、あ、よかったよかったみたいな話に、なるけど、多分根性じゃないけどさ、それでもやりたいって1ヶ月くらいやれば、あいつ聞いてももうね、言っても無駄だって無駄だそうそう、多分それ 誰の人生でもその試練ってこう、ちょいちょい与えられて、ちょいちょいあるよね、多分ね。これ多分あのなんだろう、どっちを選ぶかだね、神様的にはどっちを選ぶか、なんか、やめろって言われたけどどうしますか、みたいなところはありますよね。だからそこに、なんか絶対これじゃなきゃダメっていうのがあればやり続けると思う。あ、そうですね、そこポリシーみたいな。でも多分そこってまだこうないよ、ね、ちっちゃいと、ね、から、固まってないし、ないから、やっぱりこう親大人から見るとそんな無駄な争いを、やるのやめなさいとかね、もう羊の群れにいた方が楽よってこう言われるケースはあるので、やっぱり戦うってことをやっぱりしないことが多いんじゃないかな。でもそこってやっぱり自分の本当に個性を出すものだし、やり続けてたらものすごいことになるかもしれないような要素だったりすると思うんですね。そうだよね。私自分の例だと、あのちょっと前にも花さんに言ったかな、写生大会、小学校のその絵画の、あのなんだろう、みんなで絵を描くっていう大会の時に、空の色を、あの普通青ですよね、青もうだね、99% ぐらい青に描くんですけど、水色みたいなね、曇ってたらグレーかなぐらいの、真っ赤っかに塗ったんですね。おお、素晴らしい、好きな色って言ったから赤に塗ったっていうだけなんですけどね。そうそうそう、そしたら次の日先生に親が呼び出しをされ、
あ、なんかお子さん赤で塗ってたのか精神的に今大丈夫ですかみたいな、それこそカラー分析されたのかよくわかんないですけど、みんなと違うことを自分は意識ないんですよ、うん、ただ好きな色でって言ったので、空でも赤塗ってもいいじゃんみたいな、そう、うん、まあ多分昔、うん、ちょっと前に見たその夕日のイメージを投影したのか、そうだね、だって赤い空だってなくはないし、うん、オレンジ色だってあるし、うん、黒もあるしね、そうもう私そうだよね、そこがそう結びついて表現したら、うんうんうん、もう完全になんか病人扱い大丈夫ですかみたいな、そうそうそうって親も思うの心配して、何があったのみたいになってもう本人ほかんですよね、なんでダメなの、なんでだから次から青だよね、塗るのね、あ、もう、はい、もうあなりたくありませんっていう、あんな風にね病人扱いじゃないけどさ扱いされたらったらそうなるよ ね、 ありますよね、それと同時に絵を描くっていうことにもちょっとね、うん、制限しちゃったんですよ、そうだね、そうなるわね、うん、そう私はなんか才能ないかもかなと か、 なんかそういう方に行ってしまって、やっぱり絵を描くことをちょっと、うん、遠ざけてたりしたんですよね、たったそういう、ね、見てくれた 人のそういう一言だったり二言だったりで結局、ね、うん、それ以降やめちゃったっていうのはもったいないよね、そうですよね、本当にまあ、それで描き続けていたらっていうのは、うんうん、まあ、今は考えないんですけど、うん、現在今自分の中ではそれがやっぱりパステルアートだったりとか、うんうん、まあ、漫画を描いたりっていうところで、これもまあ、きっかけがね、多分偶然が重なってそれを出す、うん、きっかけがあったんですけど、うん、やっぱりもう楽しくてしょうがない、いいね、うんうん、なんか自由に自由だし、書いて自分の何も言われないしね、うん、何も言われないし、うん、あ、これってもう一回蓋を開けてみたら、うん、で今大人になってからやってみたら、うん、すごいそれがね、誰かの目に留まって、あ、すごいね、なんか楽しそうとかって、うんうんうん、共感してもらえたりとか、自分の魅力の一要素になるね、なる、うんうん、そっか、だからね、もし聞いてらっしゃる方でね、うん、お子さんが突然赤の空を塗ってきたら、そうそう、あらーみたいな、もう満体、大丈夫って、うんうん、それはお子さんの感性だもん ね、 だから親がそれで認めてくれたら、うん、例えばまあ先生がダメって言っても親がいいんだよこれでって言ってくれたらさ、うん、そのまんま行かせたりするし、うん、うちね、うち父親がさ塗り絵すごい上手だったんだけど、人 の、 にあの塗り絵をする、うん、ほら女の子だからさ、うんうんうん、あれするときに髪の毛がブルーとか緑とか塗ってたの、うちの父親、うん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 、むしろ私の方がえみたいな感じ、あ、そうですよね、黒じゃないの、そう、黒じゃないの、黄色とかじゃないのとか、金髪女の子だから、うんうんうん、ほんと真っ青とかね、斬新ですね、そう、斬新で、それ見て育ったから、あ、もうある意味常識は、その時常識が覆された感じ、逆にね、あ、それは素敵なお父さんですね、今のそのだから常識と違う色を塗ったっていうので今思い出したんだけど、なるほど、だから親がそうやってすると子供はこうでほら、あ、別にそれでいいんだ、そうだよね、うん、そうだよね、なんか、うん、それに疑問を感じたことがなかった私、うん、多分親もじゃあ逆に髪の毛を黒く、子供が青とか緑に塗ってた時に、髪の毛は黒でしょって言ったとしたら、親に聞いてみたらいいかもしれないですよ ね、 ね、なんかなんでなんでですかみたいな、そうそう、あ、で今日今朝、うちの娘がポツンと言ってたのが、なんで、あ、うちの小学校制服なんですけど、なんで女の子はスカートで、男の子はズボンじゃないといけないのって言ってたんですよ、で確かに、だって私服だったらいい、ね、そうそうそう、ズボンでもいいのに、ね、全然いいはずなのに、もうそれはルールとして決められてるからっていう、ことでしかないだね、なんでに答えられる人って多分いない、女はズボン、あ、女はスカートで、男はズボン、女はピンクで男は青とか、ランドセルもね、そういう、そう赤で黒でのランドセルでね、うちの息子が入学するとき、赤いランドセルが欲しいって言った、そうなんだ分かるけど分かるけど俺そうだよ、ね、黄色も赤だからさ、
あ中心のレッドじゃん。あ、そっかそっか、そうそうそう、あのね、5人の、ね、5人とかいるのは赤じゃん、うんうん、だからランドセル買いたい時に赤が欲しいって分かるんだよいい、いいんだよ、ね、いいけど黒にしとこうかとりあえず花さんでもそこはさすがに多分分かる時にはそうだよね、うんと思って、あ、そうだね、まだ1年生とかだとあれだけど、そうそうそう、うん、5年生、ね、5年生6年生になった時に買い替えてください、買い替えられませんみたいなやっぱり俺赤ちょっとみたいに、うん、でも完全否定はしなかったよ、だからやっぱりそうやってね、ヒーローものの真ん中の人が赤だから赤のランドセルが欲しいっていう気持ちは分かったよ、一応そうだよね、うんうん、分かるけどみたいな分かる、ね、分かるよみたいな、うそうそう、分かってあげればいいんじゃないかな、うん、あ、そうです ね, ね, ね、そこでやっぱり近くにいる人が共感してあげて、うん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 、まあでも、まあ、選択肢は他にもあるよっていうことを教えてあげて選ばせれば、うんうん、すごくその、うん、パタッてこう、ね、否定される感覚って、ね、なくなるかも、ね、残らないと思うんですけどね、一旦ちょっと受け入れてあげてもいいかもね、うん、そうですよね、こうしたいとかしたいとかね、うん、こんな風にしてみたいんだけどっていうのをね、一旦、うん、ああいいかもね、でも一応選択肢をいくつかこうね提示してあげ て、うん、っていうのでね、そう多分ねそこで例えばあのさっきね花さんと話してたんですけど、うんうん、子供がやりたい、もうまさにその、うん、あのゆうたくんみたいに赤のランドセルがいいって言った時に、うんうん、絶対黒でしょ普通とか、うんうんうん、親が言ったらそれって親の思いだから、うん、ね子供の赤にしたいっていうね、 そうその気持ちがね、うん、もうあの完全にこう閉ざされてしまい、あ、なんか自分の やりたいことってダメなんだってなっちゃうよね、うん、そうそうなってしまう、そのやりたいって気持ちが大人になってからとっても大事に何かの原動力になると思うんですよね、起業するにあたってもやりたいとか、その目的意識というか、その原動力って本当に本質、自分の本質的なものね、なんだけど、それをちっちゃい時から親がかぶせていったり、違う親の、ね、そうだよね、うん、期待を乗せすぎると、うん、子供はそこで親に答えることが正しいと思ってしまう、うん、ね、親が一番ってなっちゃったら、うん、そう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 、ね、せっかくのアイデアもせっかくの斬新な、ね、うん、想像力ももうそこで親の既成概念にね、こう塗り固められてしまう、もったいないね。で最近すごく思うのが、うんうん、あの習い事をさせてるお父さんお母さんすごい多いと思うんですけど、それは子供本当にやりたいと思ってるかなっていうのがすごく、まあ、これね、よくある、葛藤するところではあるね、ありますね、うん、あるあるそうそうそう、子供はやっぱりね、やらせれば頑張るし、結果も ね、うん、ね、あの期待に応えようと思ってね、そう頑張るんだけどね、だけど、そうだよ、そこね、ちょっと最近ね、あの、周りでよく見かけたので、なんかちっちゃい時に、その子供の思いっていうのをもっともっと、あの見守る、そうだね、大事に育てるじゃないけどね、なんか能力を育てるというよりかは、そういう気持ちだったり発想力だったりだよね、想像力だったりね、感性をそうね、伸ばしてもらいたいね、もっとあれだね、子どもたちにもね、そうそうそう、そこがね、やっぱり大人になってから感性ってなかなかね出してくるのも大変だし ね、 そうですね、あったかもしれないけどちょっと忘れてたりするし ね、 ね、あるかもしれない、はい、まあなんかもっと話したいことあったな本当だね、はい、ね、ちょっとまた時間になってしまったんですけど、来週の7月14日の10時から12時、に、宜野湾の志摩市で、ああじゃない、前原のカフェで、女性向けの交流会を行います。はい、で、こういったね、その起業したいんだけど、なんで起業したかったのかなとか、自分の思いはどうだったかなっていうのを掘り起こすワークも、そうだね、行っていくので、ぜひ、もう一度コンセプトを固め直したいという、起業されている方は参加していただきたいなと思います、はい、あっという間だったね、ありましたもう、はい、では今日終わりにしたいと思います、はい、今日のお相手は及川元乃と松崎花子でした、また来週の9時半にお会いしましょう、さよなら。